二0の国と地域の首脳会議 G20 サミットが10日閉幕しましたここからは終始不在の G20 閉幕どうなる米中関係と題して G20 サミットのポイントや米中関係の今後について専門家に聞いていきますゲストは現代中国の政治外交に詳しい慶応義塾大学総合政策学部長教授で 在香港日本国総領事館の領事を務めた経歴もあるカモ・智モさんとアメリカ政治に詳しくアメリカ学会で会長を務める上智大学総合グローバル学部長教授の前島和弘さんですお二人には米中関係についてそれぞれの立場から解説していただきますお二人ともよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい まずですね、G20 サミットのこれまでというのをまとめてみました。こちらですね、G20 の枠組み、まあ最初にこの財務省中央銀行総裁会議から開くんですが、この初会合はアジア通貨危機器がきっかけになったと。まあ、そしてサミットの方はリーマンショックがきっかけになったということで、まあ、世界的なですね、経済危機、金融危機がこの G20 の枠組みを動かしたということになります。まあ、そしてリーマンの時はまあ、中国が大型の経済対策をま発表しまして、まあ、金融危機からですね、世界を救ったとまた高く。 評価される経緯もあったとということなん、ねはい、G20 はその後経済から政治色というのを強めていくわけですけれどもロシアによるウクライナ侵攻、まあ、これで半ば機能不全に陥ってきていると、まあ、それでも大国同士うの首脳が顔、ね、合わせる場としては貴重と言われているわけですが、まあ、プーチンさんについて今回習近平さんもまあ中国トップとして初めて欠席ということになったわけですまさに G20 新たな試練に立たされているわけですけれども、まあ、最初に聞きます、鴨さんこの習近平さん欠席の理由は何だというふうに考えますか。はい あのこれまでまあ中国は G20 を含む多国間の協議の,の場でこの自国のまあ存在をアピールするために国際社会の協力を訴えてきて で自らの存在をアピールし、そし議論を誘導してきたわけです。で、まあ今回中国が形跡するというのは、この大きな影響力を行使してその議題やその成果をコントロールするそういうあの卓管協議の場ではなければ出席しないというそういう考え方がおそらく生まれてきたのではないのかなと思います。もちろん中国国内に非常に多くの国内政治課題、え経済問題というのが存在しているので、そちらの方を優先したというところもあると思います。うん 増します。アメリカ側はこの収支の欠席ですね。どういうふうに受け止めているんでしょうか。まあ、残念だが、想定内と。 いうことだと思うんですね。まあ残念というのはまあ米中関係いろいろあるので常にトップを話した方がいいというのがバイデン政権の見方であります。えす、ー、でに6月から4人のまあ側近が中国行ってますので次はバイデンということなんだと思うんですね。だけどヒカキン米さん来なかったまあ残念である。ただ、えー、ちょうどあのちょうど鴨さんも鴨先生もおっしゃれたんですけれどもいろんな形で中国がこうこれまでってこれまでのジトエンティっていうのは国威発揚のような感じでさまざまなことをやっていて今回の 場合はやっぱりウクライナ侵攻以降って中国としてはやっぱり自分としてはこう、えーえっと、いい自分の方にいい風が前前来ないという状況だと思います。うん、ですので、まあ、来ない中国が習近平さんが出席しないのもありえるかなというのがアメリカの見方だと思います。うん えー、鴨さんに伺いますあの10月にです、ね、北京で一帯一路会議サミットっていうのが開かれると、まあ、ここにプーチンさんが訪中するんじゃないかという見方があるわけですねどうですか中国は脱 G20 に舵を切るんですかあの中国自身の目標であるそのグローバルに影響力を発揮するというこういう外交を展開する以上その国際会議、G20 を含めた国際会議をこう軽視するということはないと思います。<laughs> が あの先ほども我々の議論であったとおり中国にとってこれ魅力的なその場であるのかどうかこれがポイントだと思,思いますで中国自身にはすでに自分で作ったそのブリあの1対1のサミットであるとかあるいはブリックスといった場がありますので、はい、そう比較相対の意味ではあの若干関心あるいは魅力が弱まったということになるんだと思います。 そういった状況の中で今回の G20 サミットでは経済成長と安定に逆風などを盛り込んだ首脳宣言を採択しました焦点となったロシアのウクライナ侵攻に関しては去年の G20 サミットの宣言に盛り込まれた侵攻を直接非難する文言などは入りませんでした、えー、お二人には今回の G20 の注目点を伺っていきますがまずは前島さんいかがでしょうか、はい G20 そのものというか G20 の時にアメリカが動いたあの経済回廊ですよねインドから中東経由してヨーロッパまで鉄道やパイプラインを結ぶと、まあ、アメリカ主導の経済回廊であってアメリカ版の一帯一路と中国がいない間にアメリカ版の一帯一路を見せている。